東京ハンバーグの大西宏です。神奈川公演が終わって僕たちは再び、スペース景品さんに戻ってきました。景品共同劇団さんの稽古場です。とてもお世話になっております。ありがとうございます。今日はですね、10月の21で先ほど稽古が終わって、明日はお休みで明後日最終の稽古をしてから24日から、東京公演三鷹の星のホールですねの方に入り、24日は劇場仕込み、25、26と東京公演を3ステージあって、もう翌日には北海道に僕たちは旅立ちます。神奈川公演ね、とってもありがたいことに評判が良くって、東京公演がすごく楽しみです。それではね、最後のキャスト紹介を行いたいと思います。皆さん行きますよ、キックオフ。みんな大好きキャスト紹介、イエーイ。ありがとうございます。東京ハンバーグの土屋えずめです。山本千です。藤原圭司です。イエーイ。この YouTube チャンネル、千さんははみ出した時にね、根本さんと3人でやったんだ。はい、うん、覚えてます？覚えてない。藤原さんは初ですね。そうなんです、ちょっと緊張してるんだよ。あ、本当ですか。すみません、稽古着でいいって言われたのに着替えました。今日は10月の21で神奈川公演が終わって、はい、景品 のスペース景品さんに戻ってきたんですけども、はい、ちょっと神奈川公演の感想とかをなんか聞かせていただければなというふうに思うんですけど、はい、じゃあいきなり藤原さん振っていいですか？いや、正直僕ね、はい、久しぶりに緊張しましたね、はい、いや、もともと初日っていうと緊張するたちなんです、はい、ものすごくもう手が震えて袖でずっとこう待機してるっていうか、それを上回るほどの緊張感でした。楽屋で本番前の5分前まで、楽屋にいられないんですよ。みんなと話してると抜けちゃうんじゃないかと思って、はい、で袖とかうろうろみんな の舞台の裏回りで邪魔しながら、そう、ほんでこう一人でこうブツ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 する感じしながら初心者コースに戻ったようなそんな初日でしたね。うちの圭介君に聞くと、はい、藤原さんがもう袖でずっと深呼吸してたっていう。丹田が上がるから緊張するっていうんで、昔はっつって空手の人がよくやるじゃないですか、はいはいはい、あれを袖で連発するんですよ。うるさいんですよ。みんなも本当にうるさいなと思ってると思ったんですけど、もう緊張して仕方ないからこうはーって肩落としてっつって、ベストコンディションで舞台に上がれるようにみんなに迷惑かけてました。僕はそうだな、あんまり初日は緊張はなかったな。センさんとすごかったからですね。なんかエネルギーがなくなっちゃったのかな。そんなことはないです。そんなことはないです。まあだけど考えてみたらね、僕最初の場セリフがないんだよ。あ、全然そうですね、反応してるだけじゃん、はい、あれでねすごい楽だった。あれがセリフだったらやっぱり藤原さんみたいにすごい緊張したと思う。藤原さんだって一番最初、この作品の一番最初のセリフですもんね。そうですね。まあこんなこと言っちゃ失礼なんですけど、はい、要するにその学校の説明をするような、はいはいはい、セリフがあったんで、はいはい、あれ間違えちゃいけないとか、もう、そう大事ですね。で情報としておかしなこと言っちゃったら変なるっていうんで、はい、もうそれで緊張したっていうのもあると思います。はい。だから千さんがすごい堂々としてたんでね、はい、もう本当こんちくしょうと思いながらね。いや、僕はセリフがないからもうね、非常に安心してた。そうですね、私も結構緊張しいなんですけど、うん、それ以上に緊張してる方がいたので、ちょっと。しなくてもできないみたいな。堂々としてたよ。ちょっと気が楽になる。ね、袖でね、僕だけだもん、こうやってこんなことやってるの、ずっとこう。皆さん、カメラから。あ、すいません。かっこいいなと思って。私もスタンバイとか早い方なんですよ。どっちかと緊張しちゃうから、早めに行って、ちょっとこの場の空気になりたいみたいな感じなんですけど、行くと大概もう藤原さんが暗がりでうろうろしながら、セリフをブツブツ言ってるのを見て、ちょっとリラックスして、私はよかった。よかったよかった。出ていけました。僕は本当になんか、まあ客席で皆さん見守るしかもう本番はできないんですけど、本当に今日も稽古中言いましたけど、一回も落ちることなくこう重なっていくっていうのをなんかこう目の当たりにして、いや本当俳優って一番かっこいいなと思って見てました。次ね、東京に向けてそれから北海道行くんですけど、
旅に僕たちは行きます、はい、どんなお気持ちでしょうか、センさん。あ、僕はもう昔旅いっぱいやったから、あ、まあ大体過ごし方は分かりますやっぱりだから最初にセリフがないから旅行っても緊張しないと思う僕ごめんね、ついてきますついてきますから、旅も舞台も、はい、でも久しぶりなんですよ本当に。この 8年ぐらいやってないから、旅慣れてる脇田君や、はい、松熊さんや町屋君にいろいろ聞いてね、はいはい、はいはいはい、そうですね、僕たちもアドバイスいただいてます、いただいてますよ本当に、うん、でも楽しみすごく今年2回目の旅ですね。そうですね、本当にありがたいですね。ありがたいです ね、はい、あ、そうか、前は90行ったの、はい、そうです、福岡に行っていただいて、伊豆に行ったの、はい、2月に今年も、その時も娘さんが旅の塩を作ってくれて、あ、あれを、しおり、はい、手作りの塩、ありがとうございました、はい、本当に素敵前回行った時は本当にコロナ禍真っ只中で本当にもうひどい時行ったのね、外に出歩くなみたいな感じだったんですよ、ね、よくやれたね、あの時。そうですね、本当に全部できたのがすごいぐらいで、ね、お弁当を支給されてホテルで一人で食べるみたいなのがそう普通だったから、ちょっと今回はもう、まあ、少しはなんか美味しいものとか食べられたらいいなって。そうですね、東京公園です、うん、何かこうこだわりというか、これはすごく大事にしてるみたいなのを聞かせていただければなというふうに思うんですけど。どういうこと？本番を迎えるにあたってこだわりですね、自分。安全運転。安全運転。わかんない。それでいいと思いますよ。なんですかね、いつも通りにやる、うんうん。できるだけリラックスしてできるように。うんうんうん、どうしても力んちゃうので、そうだね、俺はもうそうな、うん、本当そうなんだ。緊張しがちなんで、やっぱできるだけリラックスできるように。はいはい。した状態でなんか舞台に立ってた方がなんかアンテナがちゃんと張れるかなって。確かにね、緊張する。だってあの今から2年前にね、僕とセンさんと勝間さんの3人芝居やってるんですよ。僕が結構もうずっと喋らなきゃいけないっていう、しかもハイテンションで出てこなきゃいけないのが本当に緊張しました。でもなんか僕は緊張してる自分と戦ってるのがすごい心地よくて。ファイターだね、ファイター自分の緊張が楽しくて戦っちゃうっていうのは、はい、やっぱりスポーツマンすごいね。センさんどうですか、こだわりというか。まあこだわりというか、まあ昔から言ってるように優秀の道として生きれれば、舞台の上で生きれればいいなっていう、雑念がだから入んないでずっと最後まで生きればいいと思う。雑念入らずにね、うん、やっぱその集中力ってことですか。そうだね、まあでもさっきも何回も言ってる、最初にセリフがないから緊張感がないだけ非常に楽だっていうのはあります。あれ最初から僕がバッと何か説明しなきゃいけない場面だったらすごい緊張すると思う、はい、もう手で遊びしてるからさで、とことにロレってさ今回は幸いというかラッキーなことに川崎公演を一回やれてるっていうのがあるじゃないですか。僕なんかお調子者だから、もっとこうそれにこういろんなものをこう積み上げていってとか言ってすぐ考えちゃうんですけど、あの忘れられる時間が持てたっていう、はい、1週間近く、はい、だからあの稽古場以上のことはやっぱり僕みたいな役者はできないので、大西演出が本当にいつも言っていたその見る聞く感じるっていうことをまた東京公演でも新鮮にやり続けることができたら、結果またいろんな発見があって、はい、構築ができていくのかなって。ありがとうございます。この回に関しては北海道の皆さんにお三方に何か言っていただきたいなと思って、本当に今回自分の劇団でやっぱり旅公演で行けるっていうのはすごく嬉しいことで、本当に呼んでいただけて非常に嬉しいです新曲の方とかといろいろ今やり取りをしていると、うん、あ、本当に楽しみにしてくださってるんだなっていうのがすごく伝わってくる、いろいろなんか準備をね、いろんなことをやってくださってるので、それも非常に感じているので、ちゃんとお届けできたら、そうですね、はい、していきたいなと思います。はい、あのですね、円環さん、僕本当久しぶりなんです、はい、で、あの僕の円環さんの印象っていうのは、これは本当にお世辞とかおべんちゃらじゃなくて、芝居を見るプロフェッショナルな方たちっていう僕は印象があります。ですから本当によくセリフを聞いてくださるんですよ。嬉しいですね。いや、もう本当に、でもっとびっくりするのが、何でもないシーンって言ったら失礼ですけど、
交流が始まるんですよ。僕たちが何かこう発信するとそれに対しておーあーうーんっていううなり声が返ってくる舞台の上で芝居してるのにどんどんそういう反応があったんですね、うん、だからそこのところも含めて本当にあの東京で育んでいただいたこの素晴らしい僕たち手前ミスですいません本当素晴らしい作品だと思ってるんですよ。育んでいただいた思いを真摯に皆様にお届けできるようにはつらつと頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。千さん、はい、最後、まあ、僕はこの作品はとてもいい作品だと思ってるし、ありがとうございます、皆さんにきっとあの期待に応える作品だと思ってます。だから、まあ、僕らは絶対この芝居を落とさないように持ってきますから皆さんと交流しましょう、はい、楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございます。せーの、ネクストデイ。